プロシューティングが発足しておよそ5年の歳月が経った日、後にカリスマと言われる20歳のシューターがデビューした。これ今誰も知らないけど、絶対知ったら大ブレイクするって、本当にそのシュートっていうのを知った瞬間から思ったんで、これもうやるしかない。でもそれ知った瞬間にもこれ食ってくると思ったし、俺が絶対有名にしてやるって、この競技自体を。シューティング、それは同じリングを使うものとも混同された。ちっちゃいやつがプロレスの真似事やってんでしょみたいな、そういうのがあって、いや俺は俺らはでも素人目から見たら似てるのかったかもしれないけど、真剣勝負だよ、ショーじゃないよって。でもプロレスラーは弱いんでしょっていつも言われるんですよ。長州が出てきたら負けちゃうでしょとか、でも俺は勝つよっていつも言ってましたよ。猪木でも勝てるよって、はい。大きな大志はその男の原動力となる。シュートは大きくなった、そして総合格闘技も大きくなった、まあ、それがシュートであるのが一番理想なんですけども、いつかまあシュート、まあ、もしくはその総合格闘技って一言で言っただけでみんなが一発で、あシュート、シュートね、総合の選手ねみたいな、そのぐらいのレベルまで引き上げたいなって、その競技自体を、うん、思ってたんで、それにだいぶ近づいてきてるなっていうのはあるんですよ。ルミナ自身にも近づいている、いやとうに過ぎているかもしれない。その時最近は割と、うん、やっぱり練習したくても、ね、体がついていかない部分があったりとかして、あでこうやってみんな引退していくんだなって、こういう状況になってってすごい感じるんだって。まあでもそんなに遠くない時期に引退するんだろうなっていうのはありますよね、うん、でももうちょっと頑張ってみたい、もう少しだけ、もうリミットは近づいてるけど、もうちょっと。鮮やかすぎるその姿、良い子には見せちゃいけない18禁。しかし息子に勝ってる姿を見せたいっていうのね、物心つくまで、今もうすぐ2歳なんですけど、まああと2、3年ですね2、3年頑張れたらやりたいなっていう。 This is shoot style. This is shoot. ゴングから行かなくてはいけないそのスタイル。そろそろ判定狙いもやってみたいなと思うんですけど、俺が狙うのは絶対許されないと思うので、普段のシュートは違う、公式戦とは違う感じで、それでも聞こえるはず。ババッとこうその天使の悪魔がもうくっきり出てきただけです。だからマクチーやっちゃうかもしれないですね真似はできない、昔も今もここにしかない。 This is シュートスタイル。 This is シュート。 Thank you.